どうも、はじまきょしろです。はじです。お願おいおいおいしますいや、まだ、まだ、僕は撮っとこうと思うよね。もうね、動画撮ってこうと思うよな。よし、やるか。ということで、コメント返信コーナー とということで、コメント返信しておくわ。えー、渡辺リさって人から、お前染めても意味ないやろ。髪染めたいっていうところでね。<laughs> 意味わかんない。お前髪染めても意味ないやろ。髪染めることに意味を見いだせることはないと思いますよ。あ髪染めることに意味があるとしたら、目立ちたい、格好つけたいだけですよ。 逆にお前髪染めても意味ないだろ。だってお前個性の塊じゃんって言ってくれると捉えていいでしょう。で、まず髪を染めることに意味を見出そうとしてるこの人がちょっと恐ろしい。えー、田畑良子さん。え、ふざけてるか。半物質を作ってみたって動画。ふざけてますよ。まあ、コメント、実際言うコメントと俺がこっちで言うコメントは違う。えー、ダークナイトさんから。 えー、そこそこ似てるが、厳しいことを言うと、もう少し動きをつけたしい、えー、おにぎりうめえってですね。もう少し動きってどういうこと歩けってことか。ねえ、それ。まあ、そこそこ似てるが、厳しいことを言うとね、もう少し動きをつけてほしい。動きつけてって。動きをつけるもんなのか。どう動きをつけろと。で、心がこもってない。やり直し。いや、お前のコメントにも心がこもってないよって。 おにぎりうめえって。めっちゃこもってんじゃん。なあ、俺は心こめましたよ。ねえ。なんだこいつ。炊飯ジャーって。チャーハンじゃないよこいつ。炊飯ジャーってやつから。心がこもってないやり直しって。なんでお前。お前に真心の何がわかんだよ。コンロインさん。いやいや、逆にチャンネル登録者30人でこんだけのネタのセンスあるやつ探しても見つかんないぞ。ありがとうございます。あなただけが私の味方です。ねえ、三代目 J。 ソウルブラザーズ。やめとけ。ほんまに、広瀬すずのファン、何おると思っとんおると思っとんっなんで標準語でコメントかけないのかなえ知らないけどえ。ツイッター見ろ。底辺 YouTuber。ああ、フォロワー全員がファンってわけじゃないでしょ。ツイッターで大体把握しろよ。むちゃくちゃなこと言うよるよ、こいつ。ねえ。ツイッターみんな、大体把握って何なん、なんやそれ。大体把握って。お前は把握できてんのか なあツイッター見てなくてもずのファンのファンは全国とかも,かも,う全もう国際的にいっぱいいると思うのにそれツイッターで大体把握しろよとかねそれね無茶ぶりやそんなもん無茶リブレや本当にやばいよそれ、ね、お前はお前はこの世にいるアリの数を何匹か知っているのかって言ってんのと一緒だからな本当に本当それ 3代目 JSOULBROTHERS って名前がまたもうこんがりねこんがってますよでブラックナイト山田見てる霧崎栄治見てるキンダボーイズ見てるああこんがりこんがりヒカキン見てるでなんかなんかフィートなんか登坂ひろじんやべえやべえ漢字読めねえ まあ3代目 JSOLBROTHERS のね、EXILETRIVE の動画も高く評価してます。お前高く評価してる動画もっと評価しろよ。3代目 JSOLBROTHERS って名前で言うんだったら。名前だけかなあもっともっともっと3代目 JSOLBROTHERS の動画ばばババババで300個とかもっとなんか高評価すればいいものを全然やってないじゃん。なんか寝言。最近。まあ、ロキとなんかミキヨのね、 まあファン食ったファン食いオフパゴブラザーズの2人ですね勝手に2人でもね梨紗ちゃんの何をしてるんですかってコメントもありましたねああもうコメントないわ ということで、えー、今週っていうかまあ気まぐれコメント返信でした。いやー、もっとネチネチいくかネチネチへい,いくかネチネチコメントに対してバー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 バい言ってきますかうんう。ということで、えー、今日のコメント返信のコーナーでした。コーナー化してるっていうか単純に俺がね、 いやまあ、本音を言うと、俺、バチクソムカついる。じゃあ、ここから本音コーナー行きまーす。渡辺りさ、お前、えー、染めても意味ないやろってな。意味わかんねえよ、お前の言ってることが。なんだよ。なあ、お前、初対面にお前もおかしいけどね。はっきり言わせてもらう。うん。マジでやべえぞ、それ。なあ、やばいよ、それ。ネット弁慶しかいねえじゃん、ここ。お前、染めても意味ないやろって。 そう、また出た。関西弁みたいなのが。なんで標準語でコメント書けねえんだよいや、尊敬語だな。なんかしっかりとした文を書いてほしいよね。うん。文も書けねえのかと。やばいよな。どんだけ上から目線なんだろう。ほに。でもこれが俺のスタイルっていうか、はっきり言うんで、俺は。 言いたいことが言うのをユーチューバーなんでね。お前染めても意味ないやろ。じゃ、誰が染めれば意味があるんだよ。かっこいい奴が染めればいいのかなかっこいい奴が染めたからなんだよ。意味を教えろ。じゃあ他に染めてる奴はどういう意味があってどういう色を染めてんだよ。なあか、ねなんか、あれだよ、うん。うん、どっかの軍のタトゥーとかじゃないんだからさ。 タトゥーに意味も中にあるものもあるけど、頭の色染めてるのに意味とかあるんですかいや、教えてほしいですけどね。逆に、じゃあ今染めている人、現在系で染めている人、染めている人、だから髪の毛染まっている人、何の意味があるんだと言いたい。まあ、かっこつけか目指したいからとか、なんかそういう意味があるのかな。教えてほしいよね。なんか、なんか、紫外線から守るためとか。 で逆に何の意味があると思って君はその質問をしたんだろう意味ないやろってどういう意味を求めてるんだよ君は。本当によくわかんない質問してくんな、えー。ふざけてるかってコメントね。ふざけてるかふざけてるかふざけてるのかじゃないの。ふざけてるかって何やそれ。ふざけてるかってなんだそのコメント。怒ってないだろうけどふざけてるかって君は日本語がすごいよな。 なんて返せばいいかわかんないふ,ふざけてますよ、うん。じゃあふざけてますよってなん,かちょっとなんかちょっと喧嘩越しみたいなコメントになっちゃうから嫌だけど、でもふざけてるもん。おふざけですもん。ねえ。YouTube はおふざけとは言いませんけど、おふざけですもん。ねえ。逆に何があるんですかちょっとふざけてね。うん。まあでも真面目に、真面目だぞってことを言ってきました。 まそこそこ似てるが、厳しいことを言うともう少し動きをつけてほしいって。動きをつけてほしいって。な。おにぎりうめえってやつでしょ動きか。じゃあコンビニの目の前でやれと。わかりました。うん。まあ、何年後かやります。あ,あ、そうだ。まあ、お気に入り、最近コメントにお気に入りにしてねえんだ。なんか意味はあるらしい。お前のコメント見たぞーっていうね。 お前のコメント見たぞーっていういやつお自分のコメントにもお気に入りできるナルシストじゃんヒャホいやー自分のコメントにもねそうだコメントにお気に入りつけよう もう少しし動きをつけてほしいとまあ、何の動きか知らないけどね。おにぎりを動かせばいいのかな。ヘリックスだな。やっぱ根性腐ってるわ、マジで。心がこもってない。やり直しって。どうやり直すと。ね、心がこもってない、ね。面白かったら心こもってんのか。なんだそのお前の心がこもってる。あなた様の心がこもってる、こもってないの基準を教えてくれよ。なあ。 真,真面目に書いちゃうからね、俺は、うんあ。いやいや、逆に、こうこう、ここ、コンレンさんの褒め込め。いやー、こういうコメントがあると、俺はね、自信満々に生きていけると。今日も生きていける、おしっこ TV、あと、おしっこ TV、全部広告剥がされました。おしっこ TV、全部広告剥がれました。剥がされました。当然です。うん、動画出そうか迷ったんですよ。ちょっとね、でも出しました。うん。あれは審査リクエストしません。 おジョボ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 おしっこが流れるうーん剥がされて当然だよなまず動画時間も短いしなってことでね次回の動画も見てくれたら嬉しいなうんでも前回の動画を見てくれるともっと嬉しいそしてコメントしてくれるともっと嬉しいで高評価をしてくれるともっと嬉しい低評価をしてくれてもコメントしてくれたら嬉しいとにかく嬉しいなんかなんかね僕になんか形としてそのなんか わかるようになってくれたことをすると嬉しいな、うれしい、うれしい、うれしいな、うれしいな、うれしいな。嬉しいなオッケーでーす飲みに行こうぜー、えー、俺未成年なんだけど、俺も未成年だよ、えー、やめようやめよう。ってくれね、次回の動画を見てくれたらね、嬉しいな。でも自次会の動画も、自次会の動画もということでね。 理事会の動画もチェックしてくださいということで、次回の動画でましょうバーハハハハ,ハ,ハウウアはおや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 いおやお